ですからね、僕はね、下手な人でもね、一生懸命ね、スピーディーにやる人は大好きです。でもそういう人たくさんいました。ですんでね、上手い人だからといってまた行こうとは思いません。下手な人でもまた行きたいなと思う人はたくさんいます。はい、そういうゴルファーになってほしいですね。はい、僕もできるだけキビキビ行動はしたい、するように心がけています。はい、第2位。マナーとかルールを守れない守る人ね、きちっとね、ルールにのっとってね、確かにまあスコアをごまかさない、下手な人でもね、9だとか10だとか打っても、まあ本当は10いってるんやけど、まあ9、8か9かなっていう人よりね、はい僕10打ですって思ったよりちょっと余計めに言う人ね、こういう人はやっぱり気持ちがいいですよね。なんかそんなことでちょろまかしてもね、不快に思うんで、やはりね、下手でも上手い人でもやっぱり打数はきちんと数えて報告しましょう。で、報告された人は気持ちよくね、ああそうですかっていうふうにして返してあげましょうね。最低限のルールマナーを守ればいいと思うんですけどね、なんかルールマナーを守らないでやってるとちょっと不快に思いますよね。ですんで気持ちよくプレイしましょうね。はい、第1位はやっぱりね、一日中機嫌のいい人、こういう人って本当に楽しいですよね。なんか帯打ってもね、まあ多少クソってなるんですけど、でもなんか帯もゴルフのうちかって、OB しても楽しいなって、今日天気がいいよなって、そういう風にね
前向きに、プレーしてくれる人、これね一緒に回ってもすごく気持ちよくて、もう悔やんでする人いるんですよね、中にね。わいわあかんわ、もうほんまに下手なわ、どないしたら馬になるんかいなとかな、お前はええの馬でとかなんとかって言うてする人おるんですけど、下手でもいいですよね、楽しんだもんの価値なんで、うん、とにかく一日朝から機嫌よく笑顔でゴルフプレーしてる人が、また行きたいなと思いますね。まあ最後に、まとめなんですけど、やっぱりね本当にまたっていうのが大事なんですよね、みんなが想像しているまたじゃないですよ、股間のまたじゃないんですけど、また会いたい、またゴルフしたい、またどっかに、ご飯食べに行きたい、飲みに行きたい、そういう人間性の方って僕も何人かいらっしゃいますけど、うん、ゴルフだけじゃなくてまた今度この人とだったら海外旅行行きたい、海外旅行行っても同じ部屋で別にね泊まってもいいよと、うん、一緒に食事行きたいと、うん、一緒にいろんなとこ世界中旅したいなって思う人が本当の友達だと思いますね。はい、ゴルフだけ一緒に行ってる人もたくさんいるんですけど、まあ本当の友達っていうのは一日中おっても楽しい人、一年中おっても楽しいかなっていう、まあ家族みたいなもんなんですけど、本当にね一緒に海外旅行行っても分かります、この人とまた行きたいなっていう人と、もうこの人とは絶対もう旅行は行きたくないっていう人といますね。まあゴルフは1日ですけど、海外旅行とか行ったら5日ぐらい一緒にいますんで、人間性がよく出ます。はい、ですんでね、また行きたいっていうのをやっぱり大事に、ゴルフは、一緒にね行けたらいいと思います。はい、みんながね機嫌よく楽しく笑顔でね、回れるように、僕も努力していきたいです。はい、今日はですね、こんな人とゴルフを一緒にしたいっていうテーマでした。暑いですけどね、熱中症には気をつけて、またゴルフ場でお会いしましょう。それじゃあ中林ビーチからでした。じゃあね。Thank you.